皆さんこんばんは、イフアヤムの時間です。イフアヤムでは、毎週木曜夜9時から復興を考えるソーシャル学生ネットワークとして、毎週1時間のユーストリーム番組をお送りしております。はい、ということで、今日も、MC を務めさせていただきますのは、東北大学文学部4年で、なんかいろいろやってます根本総一郎と言います。よろしくお願いします。毎回ここの説明が雑だと言われます。はい、はいですね。今日も、配信使わせていただきますのは、こちら五ツ橋にあります、コミュニティスペース NPO 法人ファイブブリッジの、会議室です。こちらではですね、ファイブブリッジ会議室では、面白い大学生や大学生や社会人が、たくさん交流しておりますので、興味のある方はぜひ月曜日とかにはいろんなイベントやってますので、月曜日の夜などに、訪れていただければなと思います。はい、ということで、今日やっていくことなんですが、実は、先週から予告していた通りですね、これからその原発に関するその学生復興会議を定期的に僕たち行っていてですね、前回、前々回かなは、第36回の放送の時に行いまして、それ以降、第40回ぐらいですねにもう一度行うということで、定期的にその原発に関する、学生復興会議という名前で学生での議論をやってきています。で、その中でいろんな、意見が出てきたんですが、まずその僕らとして必要なことは、ちゃんとその下地を作っておかないと、ちゃんとした議論ができないんじゃないかということで、一回原発の勉強会をちゃんとやった方がいいんじゃないかという話があったんですね。ということで、僕らの方でじゃあ一回その原発の勉強会をしている様子を垂れ流すと、垂れ流すという言い方はあれなんですけど、勉強している様子を流すことによってなんかみんなの勉強にもなるみたいな感じでですね、一回そういう番組というか、企画をやったらいいんじゃないかということがあったので、一度そうですね、原発の勉強する会を設けようということで、今回はその会に、なります。ということで、今日こういう形でですね、原発に関する、基礎知識というのをもう一回みんなでおさらいしまして、で来週再びですね、ちょっと原発に関しての、議論の会を設けようということで、今回、放送させていただこうかなと思います。はい、ということで、じゃあ今日も一緒に勉強してくれるメンバーを紹介しましょう。ではこちらから、はい、東北学院大学法学部4年の岩田澄香です。たまに MC とかしてるんですけど、原発に関しては完全に情弱なのでなんで笑うんですか情弱なんですね完全に情弱なので、はい、はい、今日はちゃんと勉強したいなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では、同じく東北学院大学法学部4年の高橋俊介です。笑顔311では主に配信側として裏方で機材を動かしたりしてます。僕も原発についてはよく分かってないところがたくさんあります。で、そうだな、出身は福島です。大学生になってから宮城に来てます。そうですね、原発に関していろいろ学べたらいいと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、はい、拍手が毎回まばらなんですけど、はい、今日の、勉強会の方式についてちょっと説明していこうと思います。まずですね、第36回の原発の、そうですね、学生復興会議の時に、EBSG さんという、経済経営学習団体という大学生を中心にやっている団体があるんですが、そちらの、そうですね、今もう卒業された阿美さんという方がいらっしゃいまして、その方が中心となって原発に関する、膨大なですね、資料を作ってくださったんですね。で、その資料を読み合わせるという形で、今回はちょっと勉強していこうかなと思います。で、そちらの資料がですね、皆さんも見て行けた方が多分理解がしやすいかなと思うので、今回の、第69回 FIAM の、そうですね、番組のイベントページがあるんですが、こちらのイベントページにその URL が載せてあります。ですので、こちらのイベントページを見ていただいて、そこの資料を、見ていただきながら、その
一緒に番組を見ていただけると非常に理解しやすいかなと思います。ですのでちょっとそうですね、この URL って今載りました、載ってますか。じゃあすいません、じゃあ今ちょっとですね、なこさんに載せていただいたんですけれども、今あのユーストリーム見てる方々はこちらにソーシャルストリームという画面があって、こちらに多分コメントが流れてる方もですね、でそのコメントの一つで、なこさんが流されたところにとですね、今回のあのそうですね URL が載っていますので、こちらの資料はこちらっていうところをクリックしていただくと今回の資料が出てきますので、そちらをご覧になりながらちょっと勉強会に参加していただければなと思います。ということでここに、まあ、こういう画面が出ましてですね、でここの PDF ファイルからこちらの画面が出てくるかと思いますので、こちらを参考にちょっと見ていただければなと思います。はい、ということでそれで見れます。 iPhone で見れます。 iPhone で全然見れる。おすごいね、見れてる見れてる、すごい時代になりましたね。ですのでスマートフォンからでもご覧になれますので、そちら見ていただいて、あとは俊介はじゃあこちらの画面見ながらやっていきましょうか。と、はい、いうことで今回の趣旨なんですけど、とにかく原発について僕らはやっぱり知識がなさすぎるということで、原発についての知識をもう一回総ざらい覚えていこうということをまず前提にしてます。でその中でですね、特に今回目的にしたいのは、このある意味今回のあの原発事故があってから、あまりにもたくさんの人たちの目がその事故に向きすぎてるなっていうのがあの僕の考えなんですね。で、まあ、僕自身も福島出身なので、あの事故っていうのは本当に大変なことだし、見直さなきゃいけないことはたくさんあるっていうのはすごくあるんですけども、僕自身が考えてることとしては、そのやっぱりこれからのそのエネルギー政策をどうするかっていうのは、やっぱりその事故っていう一つの要素じゃなくて、その原発だったら原発っていうもの、あとはエネルギーだったらそのエネルギー政策っていうものを全て見て判断しなきゃいけないものだと思うんですね。なので今回は意図的に事故の話よりももっと前の段階の原発がなぜ出来上がったのかとか、今どういうふうに運営してるのか、これからどういうふうになっていくのか、で新エネルギーっていうのが実際どういうものなのかっていう、そこを中心に勉強会をしていこうと思います。はい、はい、宮田さん、もう一人、勉強というか、はい、してる方が来ていると思うんですが、紹介しないんですか。じゃあ一緒に勉強してもらっていいですか。あのですね、結構これから入ってもらおう入っていただいて大丈夫ですか。なんかこれからという話をしたと思うよ。そうです。という話をさせたと思ったんですけど。じゃあすいません、一緒に勉強してくださる方がいらっしゃるので、そう来ていただきます。話入っちゃう。じゃあタイミングを見逃します。じゃあすみません、自己紹介からお願いします。はい、なんか今回初めて呼ばれていきなりご出演することになったんですけども、はい、東北学院大学3年の、経済学部で、に所属してます小松正則って言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小松さんはちなみにゼミか何かで原発に関する話をやっているっていうことをお聞きしたんですけど、そうですね、今入って2年生からゼミに入ってずっと継続してやってるんですけど、そうですね、はい、まあ、1年とまあもう半年くらい経ちますけども、ずっと原発についてと、はいはい、いうことで授業で文献読んだりとか、そうですね、いろいろ学生同士での議論をしたりとかっていうのをやっていたんですよ。なるほど。っていうことを以前先生に宮田さんにお会いしたときに話したら、なんか、はい、急遽呼ばれてみないかとっていうことで。なるほど、はい、ありがとうございます。強引ですね。ありがとうございます。非常に心強いですね。じゃあ今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではですね、今日の内容に入っていくんですけど、まずですね、こちらの資料を読んでいくっていう形で進めていくんですが、まず大前提のところとして、まず日本の原発政策ってじゃあ誰が始めたのか、いつから始まったのかっていうのについて聞いたことある方いらっしゃいますか。はいはい、おっ、大友くん、見切れてるけど、はい、多分オイルショックが何か関係してるんじゃないかと。そうですね、思います。実はあそこの指摘っていうのはすごく大事で、はい、
日本っていうのは例えば1998年のデータを見てもまだまだそうなんですけども、もともと石油っていうものを中心としてあの発電っていうのは行ってたんですね。ですが、まあオイルショックというのを覚えてますか、俊介君とか。オイルショックって何だったか覚えてます？はい。みんなあれですね、トイレットペーパーみんなスーパーで買い漁ったりとか。まあ大体その印象で大体合ってます、ね。その印象すごいありますね。はい、印象で生まれてないじゃん。生まれてないんですけど。なんでトイレットペーパーみんな買ってたんですか、ね。石油なくなるからもう買いだめしとこうみたいな感じでみんな買っていたというのを見てましたね。見てたっていうか生まれてないと思うんですけど。簡単に言うと印象って何ですか。印象何の印象なのかっていう、歴史の勉強とかね。はい、なるほどね。そうだよね。確かに、まあ、ある意味正しいし、ある意味ちょっとずれてるところもあるんですけどあの石油がなくなるかっていうと、まあ、なくなるっていうのとはまた別なんですね。ちょっとそうですね、もう一回聞いてこう。小松さん、あの、はい、もう一回ちょっと、そうだな、小松さんにもオイルショックの話聞いてみますか。オイルショックってどんな出来事だったか聞いていいですか。オイルショック、はい、そこまで全然詳しくないけど、はい、まあ、その石油に関するまあ商品とかっていうのがやっぱ貴重になって、なんか物価高騰だとか、そ そういうことがあって、そうですね、やっぱりそのトイレペーパーもそうですし、なんかそういう燃料とかっていうのもみんなその殺到して、なんかその値段が上がっていったっていうことぐらいしか、あんまりさらっとしか知らないんですけど。いや、すごく小松さんのおかげで庭田さんの意見がなんかある程度生かされたと思うんですけど。ですね、その何が起きたかというと、その第二次中東戦争っていう、まあ、中東戦争が起きた時にですね、あのイスラエル側の、まあ、なんですかね、動きを止めなきゃいけないと。まあ、イスラエル側の方が明らかにその、まあ、すごくざっくり今説明してるんですけど、まあ、戦力が強かったんですね。でそこでアラブ側がじゃあどうやったらイスラエル側に対抗できるかということで、僕らはその石油を持ってるということで、その石油を封鎖してしまう、スエズ運河を封鎖してしまうことによって、つまり世界中に石油が行き渡らなくなると。そうなると、まあ、世界中の人たちが困るわけですよね。だから、あ、これはまずいぞということで、そのイスラエルとアラブの、その、まあ、連邦ですねの、まあ、停戦をするということによって、そのアラブ側がイスラエル側との戦争に、まあ、勝とうとしたっていう、まあ、そういう戦略なんですよ。でその結果、つまりもう石油みんなにあげませんよってアラブが言ったわけですよね。でアラブの石油っていうのが世界中ほとんどの国が使ってるものだったということで、あげませんよって言われちゃったら、他の国で石油製品がもうすごく貴重なものになっちゃうわけですよね。でそれによって、あ、これは大変なことになったということで、あのみんながまあまあ、なんていうか停戦を申し出まして、その結果、まあ、その中東戦争が一回収まるっていうことが起きたんですけど、その時に起きたのがオイルショックなんですね。でこれがあの原子力の発電が始まる上ですごく重要な出来事だったっていうのは、まあ、何でかって言いますと、要するに火力をずっと続けたまんまだと、またアラブによって石油が封鎖されてしまったら、まあ、自分たちの発電ができなくなる。そうなったら生活ができなくなる。トイレットペーパー買えないぐらいだったらいいんですけど、電気がつかなくなるって言ったら、これ大変なことですよね。だからやっぱりこれはもう今までのその、まあ、化石燃料ではなくて別の発電が必要だっていうことになって、その中の一つとして原子力っていうものが出てきたっていう経緯があるんですね。すみません、今頭の中もアラブイコール UAE でサッカーやってるじゃないですか。あ、やってますね。もうそれしか頭になかったです。確かに今ちょっとサッカーやってちょっと気になった方でもやってますよね。前半まで見てきました。時代のちょっと気になりますね。気になってきちゃったんですけど、でその原子力を推進した人たちっていうのがいるんですけど、その中の一人結構有名な人物がいるんですけど、名前知ってる方います？中曽根さん。そうですね、中曽根康弘さんっていう方、まあ、今ご存命の方で一番多分 長寿の総理大臣経験者ってことになるのかな、ですけども、その中曽根康弘さんであるとか、稲葉治さんとか斉藤健三さんっていう方々が中心となってですね、原子力研究開発予算っていうものが1954年に提出されます。そこからですね、初めの予算がまあ2億3500万っていうところから始まって、まあ1955年の、まあ、原子力基本法っていうものが成立しまして、それ以降、まあ、民主、自主、公開っていう、まあ、原子力三原則っていうものがあるんですが、まあ、それを中心としてその原子力開発っていうものがどんどん進められていくことになります。
で、そうですね、原子力っていう言葉自体もまあいろいろな思惑があるんですけども、もともと核っていう言葉を使ってしまうと非常にまあ悪いイメージがあるということで、原子力っていう言葉を使うことによって、あのまあイメージをまあその安全なものにしようとしたっていう画策もこの頃にあったそうですね。はい、でここでですね、すごく細かい話になってくるんですけど、原子力でまあそうですね、発電する上で原子炉ってものがあるんですけど、原子炉の種類ってご存知ですか？なんかいくつかあるんですけど、一個でも聞いたことあるかと思います。もんじゅくん、もんじゅくんね、もんじゅくんいますね。そういうこと聞いてたのかな今。あれは高速増殖炉っていう、まあ原子力発電の中でもさらにまあいろいろと議論があるものなんですけども、そうです、高速増殖炉、もんじゅくんいますね。はい、あと他にいくつかあるんですけど、原発ってどうやって発電すると思います？僕も今聞きかじりながらやってるんですけど、ここにいくつか候補ってるんですけど、すごいざっくりと説明すると、原発ってどうやって発電してるか。分裂してますものすごくざっくり言うと分裂してますじゃないですか、はい、あ、そうですね。だから核がまあ原子核ですよね。原子核が分裂することによってエネルギーを発生させるんですけど、その発生させたエネルギーをどうやって使って発電させてるか。火力発電と同じですよね、タービンを切り回して。だから原子、まあ、結局原理としては火力と同じなんですけど、要するにその、まあ、発生したエネルギーによって、まあ、水を沸騰させるわけですね。で、水を沸騰させることによって、その沸騰させた蒸気で、まあ、回転させ、タービンを回転させて電力を得てるっていうのが、まあ、簡単な説明です。で、それが沸騰水型原子炉っていうものになるんですが、その沸騰水型原子炉が、まあ、さらに発展したものが改良型沸騰水型軽水炉っていうものになります。で、これとこれの違いとかって知ってます？わかんないです。これもまた簡単に説明するので理系の皆さんボコボコにしていただいて構わないんですけど、あの沸騰水型っていうのは、あの要するに、まあ、沸騰させた蒸気を、まあ、その核分裂ですね、核分裂によって発生させたエネルギーで沸騰した、その沸騰したことで出てきた、その蒸発した、まあ、その蒸気ですね、で蒸気でそのまま回すんです、うん、ただこれの危険性っていうのは、要するにあの、まあ、核分裂をさせたエネルギーをそのまま、まあ、水に当ててるんですね。なので水の中に、要するにその、まあ、核分裂で発生したエネルギーの、まあ、残ったところっていうか、要するに、まあ、人体にあの危険なものが含まれたまま蒸気が上がっていくんですね、うん、で、まあ、従来 の、 その沸騰水型っていうのがそれなんですが、改良型っていうのはどういうことかっていうと、その沸騰したもの、沸騰したその、まあ、蒸気がありますよね。蒸気でまた水を温める。で、蒸気でまた水を温めて、その水を蒸発させて回転させるということで、まあ、有害な物質が直接ぶつからないようにするっていうところで、このちょっと違うそうです。で、ちなみに、古い型になればなるほどこっちの沸騰水型の方が多いです。で、東北電力の女川原子力発電所もそうですし、あ、今回問題になった東京電力福島第一原子力発電所もそうです。で、改良型になると少しだけ、まあ、多少安全になるということなんですね。で、この立地までの流れとかっていうのが非常にいろいろあるんですが、じゃあ簡単に説明しますね、うん、1番目、環境影響審査を行うっていうことで、まあ、まずどれぐらいその地域であの原発を建てたら環境に影響があるのかっていうのをやるんですね。で、2番目に第一次公開ヒアリングっていうことで、まあ、地元の方々に賛同を得ると。で、3番目、電源開発調整審議会により、電源開発基本計画に採決されると。で、ここまでが今9ページです。で、次10ページに入ります。で、4番目、原子炉、設置許可を申請して許可されると。で、まあ、許可を得るということですね。で、第2次公開ヒアリングということで、また地元の方々の最終的な賛同を得ると。で、6番目に、電気工作物、工作物変更許可を申請して許可される。で、7番目、工事を着工する、工事が完成する。で、9番目に試運転を行い問題点を回収する。で、10番目、電気工作物の完成検査を受け使用許可を受ける。11番目、商用運転を開始するっていう、まあ、こういう流れがあるということで、2回ヒアリングがあって、その後に着工していくというふうな流れが基本的にあります。
でこの辺りからなんですが、まあ、非常に字が細かいんですが、まあ、非常に大事なことなので簡単にですが説明していきます。で原子力発電所と地域経済っていうことで、まあ、ここがまあすごく、まあ、原発村っていう構造で取り上げられることなんですが、まあ、電源立地、地域対策交付金っていう、まあ、要するにこれは簡単に言うと原発交付金って呼ばれているものなんですが、が、立地する道県や市町村の 地方公共団体に交付されます。でつまり、まあ、これによって地域にお金がたくさん降りてくるんですね。で発電所の建設工事であるとか定期点検運転などでの雇用もたくさんあります。で、地域産業との結びつきが弱いという指摘もありますが、まあ、実際には、職員や労働者の8割以上が県内在住者で占められているということがほとんどだということで、まあ、それ以外にもたくさん書いてあるんですが、まあ、要するにどういうことかというと、まあ、原発ができることによって、まあ、地域にたくさんの金が降りてくると。でその原発 の仕事に従事している人もほとんどはつまり地域の方々、例えば福島原子力発電所に勤めてた人たちもほとんどが福島県出身の人たちで、そこの東電の人もあの地元から福島から採用されている方が多いということが実際として挙げられています。でこの辺には運転開始とかいろいろなことが書いてあるんですが、そうですね、で特にここから、まあ、原発の話になって、原発の話というよりはちょっと大きな話、エネルギーの話をしていこうと思うんですが、ということでちょっと30ページまで見てる方は飛んでいただいていいですか。飛べますか。頑張って読み込んで。飛べない方はあの30ページからの資料があります。上げてるはずだけど、はい、今全体からのやつで見ていただいたんですけど、編集版の資料をこちらにアップしましたのでダウンロードしてくださいっていうのが今日の、あのそうですね、イベントページにあります。でこのイベントページの編集版の資料っていうのがこちら30ページからの資料になっているので、ちょっとそちらをご覧になっていただくとスムーズかなと思います。でここからですね、ここからがまた重要なところなんですけども、ということで原子力に限らずエネルギーに関してです。でちょっとこれ見る前に3人に質問です。今見ちゃったかもしれないですけど日本の今電力っていうのは何パーセントが原子力で占められているでしょうかという質問です。わかる方、約3割ぐらいじゃなかったでしたっけ。3割ぐらいって言うと 30%、 いきなり正解です。正解です。はい、なんかずっとそれでなんか習ってきた気がします。ですね、ということでこちら30ページの資料からなんですけども、エネルギーっていうことで、右図は日本の電気発電割合の円グラフですということで、こちらの円グラフがですね、30ページをご覧くださいって遠隔授業みたいに楽しいっていうことですけど、はい、ありがとうございます、はい、原子力の比率 31% っていうのが、現状ですね。でその中でさらに内訳を見ていくと、水力が 8%、 火力が 61%、ただこの火力の 61% っていうのが、3つぐらいに分かれていまして、天然ガスが 24%、 石炭が 26%、 石油が 11% というような形になっています。ということでこの 30% が原子力で占められているわけですが、 30% 全て失った場合日本の電力は供給できなくなるのが、まあ、大方の見方ですね。で他の代替エネルギーを考えて、継続的にコストを抑えて安定的に供給できるのだろうかというのが今我々がぶつかっていく問題になるわけですね。でこのエネルギー源っていうのをいくつかに分けていくんですが、はい、じゃあちょっと今見た方もいると思うんですけど、エネルギーは、あ、今また新しく一応来てくださった方がいます。入ってもいいでしょう。入るんですか。じゃあもうなんか勉強会だからもう、そこに椅子を持って入ってきてくれる。自ら椅子を持って、自ら椅子を持ってやってくるって。椅子を持って、そして自己紹介を。セルフですね。基本的にセルフです。はい、自己紹介。はい。じゃあすいません。はい、お願いします。鳥さん。東北大の服部と言います。なんか原発のこと、はい、とかやるっていうことで、はい、普段環境サークルっていうのに入ってて、こういうエネルギー問題とかそういう感じのところに興味があるので。あ、本当ですか。ありがとうございます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。環境系の団体というのはちなみに、あの
大学のサークルで環境サークル、はい、ルネックスっていうのがそれに入って、まあ、はい、例えばこの間の日曜日とか、あの市民広場のところでエコフェスタっていうのがあって、はい、そういうイベントとかと役所と一緒にいろいろやったりとかしてます。エコフェスタ、その話をするとすごく今タイムリーな感じですね。はい、ちょっとよろしくお願いします。今はですね、エネルギーの話が今来てたんですけども、エネルギーって、まあ、なんとか性エネルギー、なんとか性エネルギーみたいなのがあるんですけども、大きく分けてあの2つに分けられるんですけど、何と何に分けられると思いますか？なんとか性、うん、なんとか性でもいいし、まあ、なんとか性が1つで、もう1つがなんとかかんとかエネルギー。今、服部さんは分かってもらえたみたいです。うん、じゃあ、服部さんにお聞きしようか。はい、お願いします。そう、片方は枯渇性のエネルギーで、はい、片方が、まあ、再生可能エネルギーですかね。そうですね。素晴らしい、ありがとうございます。ですよ。ます聞いたことありますか？ありますね。うん、ということで、はい、で簡単に、まあ、2つに分けると、枯渇性エネルギーと再生可能エネルギーに分かれるということなんですね。でこの枯渇性エネルギーに何が含まれるかっていうのがこれもまた大事なんですけど、枯渇性エネルギーには何が含まれると思いますか？じゃあ名誉挽回、俊介くん。枯渇性エネルギー、石炭。ほう、正解。石炭以外には石油。石油、はい、天然ガス。天然ガス、はい、そうですね。原発も入るんですか？原子力って。原子力、さあ入りますか？どっちに入るか。裏。じゃあここで今ね、俊介が言ったことがほぼ正解ですよ。うんうん、ということで、ウランっていうのもあの枯渇性エネルギーなんですね。なのであの原子力っていうのも、あ、枯渇性エネルギーというか、まあ、ウランっていうのも枯渇するものなので、うん、まあ、要するにあの化石燃料になるんです。化石になるのかな、あれは。化石じゃないのか。化石じゃないか。なんていう分類になるんだろう、あの場合。まあ、ウランはウランですか。化石燃料ではないけど枯渇する、枯渇する、特に言葉がないと思います。なるほどなるほど。ということで、枯渇性エネルギーが、まあ、化石燃料、原子力の、まあ、火力と、まあ、原子力がこちらに分類されるということですね。で次に再生可能エネルギーって何があるでしょうかっていうのは、じゃあ小松さんにもお聞きしたいんですけど、どんなものがありますかね。まあ僕今チラッと出ちゃったので、うん、ちょっと出ちゃった。あれなんですけど、はい、まあ、一応水力と風力もそうですし、あと太陽光発電みたいなものも、はい、そうですね。結構な量ありますね。波力。波力、波とかいて波力。地熱とか、そうですね。そうですね。地熱、みんな大好き地熱。みんな大好き地熱。何ですか？初めて聞きました。すごい、みんな大好きな。はい。すごい喜んでたから、みんな大好きなのかなと思って。みんな大好き地熱かなって。ということで、今いっぱい出てきましたね。風力、波力、まあ、太陽光、水力、あと他にもあるんですよね。服部さんとか、何か、これっていうのあります。今これが熱いみたいな。熱い、これが熱いは、まあ、地熱な気がする。地熱が一番熱い。やった。バイオマス。バイオマス、はい。なんだろうな。バイオマス発電。これ、ここにも、これがなんか見えちゃったから、一緒に言いますけど、重さで確かに発電するのもあります、ね。へぇ、これ、僕見て全然どういうことだかよく分かってないんですけど、海洋温度差発電ってどういう。何ができるんですか？全然、理系とはいえ専門じゃないので、はい。まあ、なんか温度ってその分子とかの運動じゃないですか、はい、で電気が流れるっていうのは、はい、その電子が動いてるっていう、はい、なんかそういったことで、その分子の運動のところから、はい、頑張って電子だけこう動かすようにできれば電気が取れるんじゃないかっていうようなのが、まあ、これですけど、全然詳しくないですね。いや、ありがとうございます。あれです、今見学に来たら番組に出なきゃいけないルールが発動してるんですよ。ちょっと、さんだ。来たら出なきゃいけないルールが発動されるんですよ。じゃあ見学に来た人がどんどん出てくるんですね。椅子を持って入るっていう。セルフで。しかもセルフ。セルフで。あ、そこにも椅子。じゃあもう、じゃあ、あれだね、こっちに入ってきてもらって。すごい、なんだろう。
常にフリーダムな勉強会になってます。はい、中3回でどんどんあの原子力に関して誰も分かりません。いや、構わないです。大丈夫です。よろしくお願いします。エネルギーに関して物申すという方はどんどんいらっしゃってます。東北大学経済学部3年の井上久人です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。井上先生、今日ちなみに、はい、今日は何かでこのイベントを知ってという感じですか。はい、今日は Facebook で知りました。はい、あ、ありがとうございます。なんか前も以前結構イフアムには来てたんですけど、はい、最近いろいろ忙しくて来れてなかったんですけど、今日はいてたので、はいはい、そろそろ来ないと皆さんに忘れられるので、はい、頑張ってきます。よろしくお願いします。ありがたい、ありがたいアピールです。ということでですね、まあ、今エネルギーに関してで、まあ、枯渇性エネルギーと再生可能エネルギーがあるよと、でそれぞれどういうものがそれに当たるのかなっていう話をしてました。でここでですね、今新エネルギーっていう言葉が出てきたわけですが、新エネルギーっていや一体何よということなんですけども、簡単にじゃあその新エネルギー の、まあ、そういう定義みたいなものを読みますね。新エネルギーというのは法的には日本における新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法括弧新エネルギー法において新エネルギー利用等として定義され、同法に基づき政令で指定されるもののことを指すということで、まあ、この新エネルギー法っていうもので新エネルギーだよって言われたものが、まあ、新エネルギーになるわけですね。まあ、ややこしいですけども。で現在政令により指定されている新エネルギーは、バイオマス、太陽熱発電、これは何だろう、雪氷熱発量っていうのかな、で地熱発電、風力発電、太陽光発電などであり、全て再生可能エネルギーであるということで、新エネルギーにあの組み入れられているのは全て新エネルギーだ、新エネルギーじゃないです、再生可能エネルギーだというのがまず特徴のところですね。でほぼ日本だけで用いられている用語です。はい、確かに地熱っていつか外されましたよね。はい、あ、そうなんですか。外されて、そのせいで日本で地熱発電が進まないっていう問題があるんですよ。これ括弧2008年4月1日改正って書いてあるから、あ、改正、そう、改正される前に確か1回地熱外されてて、うん、はいはいはい、98年とかそのぐらいだったかな、確かに。何か外されてたんです。でこれで再び改正されて組み入れられた。確かそうです、ね、なるほどなるほど。あ、そうだったんだ。地熱が無視された。地熱、地熱がみんな大好き、みんな大好き、地熱が地熱大好きな感じで話が進んでるんですけど。なるほどなるほど。私は個人的に好きなだけなんですけど。地熱好きなんですか。あのあれなんですよ、はい、ワーワーでやってたマグマっていうドラマ知ってますかね。マグマ、あのハリタカを書いたマグマさんっていう方が書いた、はいはいはい、あの小説をドラマ化したもので、もう地熱に関してのドラマだったんですよ。高温岩体発電っていう地熱の方法の、まあ、それを巡る利権だったり、そういうドロドロした感じをやってたドラマがあって、それを見て、うん、地熱いいなってなって地熱いいなってその小説を読んだ方と一緒になんかイベント参加する機会があって、そこから地熱プロジェクトが誕生し、はい、地熱発電所の見学に、あの6月に行きました。すごいな、形になってますね。それマグマちょっと見なきゃいけないですね、読まなきゃいけないですね。そうかそうか、なるほどなるほど。でまたちょっと1回戻りますと、現状と将来ということで、黄色が厚生庁経済の結果需要がさらに高くなった場合の予測値で、青が予測の中央値、赤が経済があまり伸びなかった場合の需要測定値ということで、まあ、経済によって必要なエネルギー消費って変わるんですね。でなので、まあ、それを、まあ、組み入れた結果こういった予測値になるよということなんですけども、なかなかですね非常に難しいんですが、まあ、水力、風力、太陽熱など古来から使われていたものの改良や、バイオマス、地熱、波力、海洋温度差、太陽光発電といった近年の科学によって開発されたものが新エネルギーになっているんですが、まあ、これで果たして全て賄えるのかなっていうのが一つ問題としてあるわけですね。で、はい、1998年、結構昔ですね、10年以上前のデータです。1998年時点のエネルギー資源の内訳は以下の通り、石油 40%、天然ガス 22.5%、 石炭 23.3%、 原子力 6.5%、 水力 7.0%、 再生可能エネルギー 0.7% ということで、その再生可能エネルギーすごい今注目されてるわけですけど、98年の時点では 0.7% しかエネルギー資源の内訳の中に入ってないよということで、実に4分の3以上を枯渇性エネルギーに頼ってましたということがまずありますね。
でそこから今までどれぐらい伸びてきたのかということになるんですけども、再生可能エネルギーもすごく、まあ、たくさんあのですね資料があるんですけども、簡単に抜粋していきます。で再生可能エネルギーとは本来絶えず資源が補充されて、枯渇することのないエネルギー、利用する以上の速度で自然に再生するエネルギーという意味の用語であるが、実際には自然エネルギー、新エネルギーなどと似た意味で使われていることが多いということで、ここがちょっとごちゃになってるよっていう話ですね。で具体例としては、太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱、波力、温度差、バイオマスなどが挙げられると。でこの辺は再生可能だと言えるわけですね。他のところはちょっと怪しいんじゃないかなということですね。でまあいろいろと書いてあるわけですけども、ちょっと全然多分説明しきれないことに気づいたので、少しずつスピードを上げていきますね。で次、まあ、長所ですね。でここで再生可能エネルギーの長所について書いてあります。長所としては、そう、ここも聞こう。長所どんなものがあります？じゃあ、はい、宮田さんから。私、再生可能エネルギーの長所、やっぱり、うん、CO2 を出さないとか、うんうんうん、そういうこと。そうですね、 CO2 を出さない一個大事ですね。有限じゃない。有限じゃない。無限である。無限だ。無限っていう大きさだけど、有限じゃないっていうのは確かに大事な表現ですね。うん、それもあります。服部さん。いやもうその2つに尽きるんじゃない。尽きる。なるほど。持続可能であるっていうところ。うんうんうん。そこが一番大事じゃないかな。他のお二人もどうですかね。今うっすら見えてるんですけど。なんか放射能が高く悪いもの出ないのかな。ああなるほどね。確かに、まあ、火力も、まあ、二酸化炭素が出るし、で、まあ、原子力も、まあ、放射能っていうのは非常に、まあ、危険な要素があると。再生可能エネルギーはそれがないんじゃないかと。うん、なるほどなるほど。実際そうでもない。そうでもないか。そうでもどうですか。多分再生なんで、まあ、あのコストの面とかから言っても、はい、あの新しくまた何かを作り出すなよりかは、うん、すごい安価にまたエネルギーを供給できるっていうのも一つあるんじゃないかなと、うんうんうん、なるほど。一回作ってしまえば、うん、それ以降すごく安価にエネルギー供給できるんじゃないかなというあたり、ただ服部さんがちょっと首をかしげてる。なるほど、なるほど。はい。なんか必ず風力発電とかで、うん、必ずメンテナンスが必要になるから、うん、そこにお金がどのぐらいかかるかっていう。なるほどな。そういう視点も、まあ、作り直したりとかするよりかは、うん、維持する方が、なんかそこで雇用が生まれると考えれば、うん、なるほどなるほど、まあ悪くはない。うんうんうん。じゃあいろいろ今長所を挙げていただいたんですけども、ここにざっと出るものを紹介していくと、二酸化炭素との温暖化ガスの排出量が少ないっていうのはこれすごく多いですね。少ないものが多いと。で設備の耐用年数内に得られるエネルギーに対する温室効果気体の排出が化石燃料を用いた場合に比べ非常に少なくてもすごく難しいと書いてあるんですけど、要するにその化石燃料を使った時よりもあの二酸化炭素とか温室効果ガス出ないよっていう話ですね。でエネルギーを需要地近辺で調達できるということで、そのそうですね、例えば石油その辺から持ってくるわけに日本だと行かないわけですよね。そうじゃなくて、例えば風力だとか太陽光っていうのは、まあ、需要地の近くで調達できるよ、うん、で、枯渇性エネルギーに比べ有害物質の排出量を削減できる。これそうですね、井上さんがおっしゃってたやつですね。で、放射性廃棄物を出さないと。で、電力に加え熱など廃棄されがちなエネルギーも有効利用でき、全体的なエネルギー効率を高めたりコストを削減したりできると。で小規模設備は移設、転売、廃棄、リサイクルなどが簡単です。だから大きく作んないから簡単にこういうことができるよ。で小規模設備になるほど工期が短くなり、需要量の予測のズレによるリスクを軽減できるというようなことがいろいろ書いてありますね。で化石燃料に代わる新たなエネルギー産業になり得るということで、つまりこれで例えば第一人者になればそれを例えば輸出したりとかいうことも可能になっていくんじゃないかっていう話ですよね、これは。はい、というようなことが上がっていく中で、逆に短所ですね。長所ときたら短所なわけですけど、短所どんなことがありますでしょうか。はい、じゃあ逆襲。短所。うん。いろいろあると思いますね、多分。いいことばっかじゃないはず。まあ、風力とかもそうですけど、うん、あの太陽光発電とかも、うん、あのまあ、結構天候とかにも左右される部分があるんで、うん、あの安定したエネルギー供給が見込めないっていうのがちょっと一つあるかなと思います。うんうんうん。確かにね、安定してない。うん、それはすごく大きいですね。
井上さん何かあります？さっきも出たかもしれないんですけど、多分建設コストとか実コストを考えると、まあ、必ずしも安くはないのかなという気がしますね、うんうん、なるほどね。いろんな要素を考えると結果的に高くつく可能性あるので、うん、服部さんのことですか？服部さんの前に多分2人聞かないとなくなっちゃうやろうと思います。今井上さんが言ったのだと思って、そのマグマをそのドラマで見てた時に、うん、その反対派の意見の方がその地熱ってすごいお金もかかるし時間もかかるじゃないかっていうのをすごい言われてて、うん、はいはいはい、だからそれもだし、うん、あとなんだろう、短所、なんだろう、短所でも、あの、うん、ドラマを見てたところだとその、うん、新しくその施設を作るっていう時になんか、うん、すごいなんかいろいろ大変そうな感じだった。地熱に関してその線がどうのこうのとかがあったりとか、はいはいはい、それなんですね、うん、それすごく大事。地熱ができるところって日本だと温泉がすでにあるんですよね、うん、そうですね、うん、っていうのがこれすごく大きな問題として挙げられてる。俊介さんどうですか？いやそうだ、日本に合うかどうかっていうのはまた問題なんじゃないかと。いろいろあるけど、それが合うっていうのはつまりあれか、地形的な話か。そう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 、地形的に再生可能エネルギーがちゃんと使える場所あるのかねっていう話か。それもあるし、なんかこう、うん、地震とかも多いし、うんうん、作ったものがすぐ壊れてるとか、うんうんうん、っていうところも不安要素的なのとであるんだ。なるほどね、確かに。さあ、そして服部さん、すいませんな、まあ、生態系が崩れるかもしれない。生態系、あの地熱資源があるところって日本の場合だと結構山奥じゃん。はい、だから山をちょっと切り開いて、うん、そこに地熱発電所を作るってなったら、うんうんうん、そこに住んでる生物の生態系が崩れるだとか、うん、なるほどなるほど、風車立てても鳥がぶつかって死ぬだとか、うん、まあ、そういったところは問題があるかと、はい、なるほどなるほど、すごく大きな視点で、なるほどな、見ていただいたんですけど、じゃあ実際にここに資料があるのでそれをどんどんあの紹介していきますと、今言っていただいたことがたくさんありましたね。資源が偏在するため任意の場所に任意の設備を、建設できない。これは要するに簡単に言うと、例えば地熱があるところって決まってると、で風力だったら風を起こせるところって決まってるということで、あのここに作ろうって言って作れるもんじゃないよ。火力とかだとここに作ろうって言って作れるわけですけど、そうじゃないよと。で既に利用されている用途との競合による価格高騰や、紛争の発生、これまあ結構めんどくさいこと言ってるんですけど、まあ、2番目とかが庭田が言ってくれたことですね。地熱発電に温泉を利用することによる観光業との競合と、これでかいですね。あと張力発電、波力発電、海流発電と漁業権、まあ、お魚を取りたいよという話ですよね、の競合で、バイオエタノールへの転用による穀物や果実の高騰ということで、今まで普通にご飯とか、まあ、あの果物を作ってたのをバイオエタノールに転用するってなったら果物の方の値段が上がるんじゃないのという話ですね。生産規模が小さいことによる、環境負担の増大や、価格競争力の、弱さということで、 あんまり大規模に作れないからちょっといろいろと環境負荷も大きくなるし、まあ、競争力ないんじゃないのっていう話ですねっていう話とか、環境基準による設置制限、これですね、服部さんがお話ししてたような国立公園内における開発の制限とか、国立公園がすでにあるよと、そのせいでみんな大好きな地熱はなかなか、みんな大好き地熱のそばには国立公園っていうのは、これはどういう公園なんですか？熱資源があるようなところは、はい、もう国有地、国立公園になっていて、はあ、開発の制限がちょっと厳しいなっていうので、はあ、なるほどなるほど、熱資源のあるところの8割ぐらいが国立公園の中とかだったような気がします、うんうん、なるほど、これは本当に大事なことですよね。なるほど、そうかそうか。でさらにいろいろあるのは、販売方法や情報開示による販売不振、正しい知識もしくは間違った知識の浸透による販売不振などで、まあこれは要するにどういうことかっていうと、まあ、水素の原料を明らかにしない宣伝広告みたいな、まあ、原料を明らかにしないでこういう、まあ、すごい電池があるんだよって言って実は結構危ないものを使ってるみたいな話とか、まあ、販売価格への政府自治体の補助基準の影響、まあ、だからこれ今いろいろ問題になってますけど、太陽光発電を一つの家庭いくらで買うのかみたいな、ね、うん、話とかですよね。で時間帯による、これですね、すごく
井上さんとか話してた、時間帯による出力変動や資源分布地域の偏在によるエネルギー需要ギャップってことで、要するに風すごい吹くところだと、まあ、めちゃめちゃあの電力出るんだけど、吹かない時だってあるでしょと。あとは太陽光だったらそれこそ曇った時どうするのっていう話ですよね。っていうのがあるという話がいろいろ出てますね。はい、というようなことが、まあ、今長所短所で出てきたわけですが、自然エネルギーっていう言葉もまたあるんですよね。じゃあこの辺のちょっと用語解説簡単にさらっとしますね。自然エネルギーなんですが、訳すとグリーンパワーですね。グリーンパワー、アメリカ合衆国環境保護庁は、大規模水力以外の再生可能エネルギーによって発電された電力を全てグリーンパワーと定義していますと。で、新エネルギーっていうのは、新エネルギーは原子力発電を含む非化石エネルギーの製造発電利用や、電力を変換した動力のうち経済制約から普及の不十分なもののうち導入には促進が必要とし政令に定めるものとか長いですね。新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法で定義されるということで、まあ、これには非化石エネルギーっていうことになるので原子力も含まれるっていうことですかね。で、代替エネルギー、オルタネイティブエネルギーは日本国外では主に再生可能エネルギー、特に、リニューバブルですかね、リニューバブルエネルギーを指す。日本における代替エネルギーの、意味は石油代替エネルギーであり、石炭ガス化、天然ガス、原子力等も含まれると。なるほど。いうことだみたいですね。読みながら僕も納得してるんですけど、はい。エネルギーの源、これですね。で、ここからは、じゃあ実際再生可能エネルギーいろいろあるけど、それどれぐらい持つのっていう話をし始めるわけですね。ということで、はい、太陽。太陽どれぐらい持つでしょうか、ハイニアトさん。50億年。ほう、正解だけど。本当なんか、はい、社会の先生にすごい教えてもらって、はい、びっくりしました。50億年前から大丈夫なんだよってすごい言われた思いがします。その社会の先生は何を伝えたかったんですかね。何だったんだろうね、なんか。はい、元気出してみたいな大丈夫だったみたいなことなんですかね、まあ、ということで太陽は宮田さんの言う通り50億年寿命がありますので、まず安心なんじゃねえかという話ですね。で、この辺なかなか少量、はあ、ははあ、これはあれ読み方が潮ですよね。潮の満ち引きってことですよね。は、地球の自転速度と月の公転速度の差によって由来しているので、これは約140億年後まで一致しないので大丈夫ですっていうことですねそんな心配もしてるんだ、大変だなと思いながらあとはなんかいろいろと、そうですね、どれくらい持つのっていう話が続きますね。利用形態、光、熱などなど、あ、熱の利用法がいろいろ書いてありますね。熱利用、熱をどう利用するのか、例えば温室、まあ、ビニールハウスとかもそうですよね。で、まあ、地熱とかその熱を温室に使うっていうやり方であるとか、太陽炉っていうものに使うであるとか、まあそうですね、温泉に使うだとかっていう話がいろいろあるわけですね。なんかじゃあその中で果たして地熱にだけ使わせてもらえるかな、地熱発電にだけ使わせてもらえるかなっていうお話ですね。で、ここに燃料もいっぱい出てます。薪とか炭とかバイオコークスとか糞ですね、クソですか、どうしたどっちがいいかなと思バイオガスとかバイオエタノールとかバイオディーゼル間違ってないよね。で、これバイオ重油、これ僕ちょっといろいろと気になってるんですけど、バイオ重油っていう話これから出てくるかな。オーランチオキトリウム、あ、これが今後 の、そうですね、エネルギーでものすごく活躍するんじゃないかみたいな話を僕は聞いたことがあるんですけど、あの油を作る藻があるんですよね。で、その藻でじゃあ油作ってくれるんだったら日本にだってあの油手に入りうるんじゃないのみたいな議論ありますよね、っていう。その話とかのオーランチオキトリウムっていう名前だったかと思うんですけど、あとはですね、まあ、いろんな話が載ってるんですが、ちょっと飛ばしていきますね。経済効果とかね、この辺すごいいい仕事ですね。これはあの亜美さんっていうあの現在ですね官僚になった方が作ったものなので非常に優秀です、はい、
で日本における、普及費用と経済効果の試算、はい、これちょっと大事ですね。再生可能エネルギーが普及するってなった時に、まあ、実際それによって経済効果が得られるんじゃないかというのがあるわけですね。で日本における、普及費用と経済効果の試算は環境省が行ってますということで、まあ、実際に2020年までに再生可能エネルギーを導入するということによって、まあ、どれぐらい、まあ、投資しなきゃいけないか、でその投資した結果どれぐらい の価値が得られるかということなんですが、ここにあるのを読みますと、そうですね、なかなか簡単に読みますと、そうですね、2011年から2020年までの間、系統対策費用や化石燃料火力発電の影響を含めて年平均で 3.3 から4兆円を投資する必要があると。でその代わりに、生産誘発額が、年 9.1 から 12.2 兆円と、直接投資を除く、ソフ化価値が 2.5 から 3.4 兆円、雇用創出が 45.8 から62万人ということで、エネルギー自給率が10から13% に向上するなどの利益が得られるんじゃないのということで、雇用も上がるし、エネルギー自給率も上がるし、まあ、いろんなところで利益が上がるんじゃないのと。でそれを含めた結果ですね、上記条件下での2020年までの日本における再生可能エネルギーによる経済効果は 11.2 兆円 &67.2 万人の雇用創出エネルギー自給率 13% 向上ということで、合わせると大体、12.2 兆円プラス 3.4 兆円から 4.4 兆円を引いて 11.2 兆円、これは経済効果が上がるのではないかというのが環境省の試算で挙げられているそうです。ということで、うまくエネルギーを開発、この再生可能エネルギーを開発できれば毎年 11.2 兆円の、つまり経済効果が得られる可能性があるのではないか。あ、これは2020年まで10年間か、うん、10年間やった結果こういったものが得られるんじゃないのかということもありますね。資源量、なかなかこの辺の話もすごく大事なんですが、さあ10時になってしまいますね。3時からね、ずっと iPhone でね、あと5分なんだよって、はい、イベントの告知あるんだよってずっと根本さんにも見せてたんだっていうことをずっと見せてたんだ。じゃあですね、ただまだまだちょっと説明しなきゃいけないなので一回告知の時間作りましょう。入れてあげて、はい、一回告知の時間作るんですけどいいですか。 CM ね、はい、一回 CM に、はい、ということで再生可能エネルギーについて熱い議論が深まってきたところで一旦 CM です。はい、ということでじゃあ10時の CM の時間です。こっちからやる、こっちでどうし、 CM 誰やってくれんの。エリカさん、昨日誕生日だったエリカちゃん、昨日誕生日だったエリカさんです。誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。どんな感じでメストリーム画面変わったの。どんな感じで撮ってるの。じゃあすいません、突然来ました。告知が私から一つありまして、はい、来週9月12日水曜日に東京の国立青少年オリンピックセンターというところで、ネクストリーダーズミーティング2012というイベントがあります。このイベントはですね、まあ、日本を作るという、まあ、ちょっとざっくりしてるんですけどっていうテーマで今こう日本を、将来日本を作っていくだろうという、こういろんな活動をしている学生とか、まあ、本を書いてる方だとか、まあ、いろんなゲストの方が登壇して講演をしてくださるというイベントです。はい、本当になんていうんですかね、ちょっと私も頭働いてないんですけど、はい、ちょっとここはもう映さない方がいいかな。あ、でもここ、そうだ、説明してまだいけるんですか、それ何の話ですか。はい、それでですね、これ東京で行うイベントなんですけど、仙台の学生にもぜひ来てほしいということで、仙台からツアーバスを貸し切りで出すことになりまして、はい、それで40名ほどを集めて、その一緒にそのイベントに参加してほしいということで、今私はここで宣伝するという展開です。はい、まだ募集してるんです。実はまだまだ空きがありまして、ぜひ来てほしいです。今何人かな、
おいくらでしょうか。はい、ですね、そのツアーバスに参加で、いや、そんなことないんです。あのですね、ツアーを一つで3000円なので、バスとかをもう往復、あと朝食とかちょっとわかんないんですけど、11日のそのバスツアーは11日の夜に仙台を出発して、12日の朝に到着して、それでまあみんなで朝食を取った後に、東京の学生とか、あとどうだ、大阪の学生とかも来るかもしれないんですけど、うん、そういった学生、まあ、各地の学生と交流会っていうのを設けてまして、まあ、その後に午後1時から4時半まで講演会があります、うん、この講演会がメインなんですけども、まあ、実際その私たちはその全国の学生とのこうつながりを作りたいっていう目的でやってるので、まあ、そういった意味でこう仙台の学生にも来ていただいて、まあ、学生同士の交流だとか、その全国で活動している学生の講演とかを聞いてほしいということで、はい、ツアーバスを出すということになってますので、それでまだまだ本当に人が集まってなくて、はい、今からでも間に合うので参加してほしいという。参加したい人がどこに申し込めばよろしいでしょうか。私のこと知ってる人は直接言っていただければもうこちらまで出ないです。はい、言っていただいてもいいですし、ネクストリーダーズミーティング2012っていうツイッターの、あ、ツイッターじゃない、フェイスブックの、フェイスブックページもありますので、そちらで検索して問い合わせいただければ参加できるはずです。はい、なのでぜひ仙台からのバスツアーに、はい、特に、はい、まあ、個人的に行っても全然いいんですけど、あ、東京とかで、はい、東京の学生とかはそのまま行っていただいてもいいんですけども、はい、仙台だとやっぱり交通費とか大変だと思うので、このバスツアーに参加していただければ3000円で、はい、行けます。何時に出発、何日の何時に出発で、時間はまだはっきりしてないんです。今ちょっと調整中なんですけども、大体、はい、大体多分夜中の23時ぐらい、11日の23時ぐらいに出発して、ちょっとゆっくり行って、多分7時ぐらいに到着して、であとはさっき言った通りなんですけど、こう理解グループワークだとかして講演会を聞いて、その後にちょっと交流会があるかもしれないんですけど、仙台メンバーはちょっとバスの都合でちょっと1時間ぐらいになるかもしれないんですけど、まあ、その交流会に参加して、あとは多分6時ぐらいのバスでまた仙台に帰って23時に仙台着という予定でございます。その日のうちに帰ってきます。でその日、前日の夜から12日空いてる方はぜひ気軽に参加してほしいと思いますので、よろしくお願いします。まあ、こんな感じで、はい、お待ちしてますので、ぜひぜひお願いします。はい、ま以上です。ですよね、多分、はい、エリカちゃんと一緒に東京に行ってデートしたい方はぜひ。そういうことじゃない。違うんです、そういうことじゃないんですか。そういうネクストリーダーを選んじゃう。うまいこと言った、うまいこと言った。ということで、まあ、はい、加藤さんからの、ネクストリーダーズミーティングのお誘いでした。はい、ありがとうございました。さて、倒れるぞという話がありますけども、ということでですね、またちょっと振り返ってやっていこうと思うんですけども、今ですね、どこまで来たかというと、再生可能エネルギーって結構すごいって言われてるけど、まあ難しいところもあるよねみたいなお話だったんですけども、ここからですね、ちょっとさらに細かい話、例えば太陽光の問題とか風力の問題、まあ、それぞれの、まあ、細かいところのいいところ悪いところの話をちょっとしていこうかなと思うんですけれども、はい、じゃあいきなりポンと振っても大丈夫かな。ここからちょっとすいませんね、この話からしていくか。
で太陽光発電と言われたときに太陽光のいいとこ悪いとこっていうとちょっとさっきと被るかなと思うんですけど、もう一回そこ風力の話からしていきますか。じゃあ風力発電なんですけども、風力発電のでは良いところ長所、皆さん知っていたらまた庭田さんからお願いしたいんですけど、はい、やっぱ有害な物質が出ないし、青森県がちょっと豊かになりそうな気がするんで、はい、青森県が豊かになる、青森県めっちゃあの風力発電所多いので。あ、そうなんですか。なので青森県が豊かになるかなみたいな。青森県がちょっと地元が豊かになってくれるんではないかなるかなみたいな。なるほどね、それ大事な視点ですよね。俊介君何かありますか。まあ、風なので、風なので風なのでさっきのとなんか被っちゃうんですけど、うん、風なので割といける、ね、まあ、うん、の減ることを減るなくなることがないと、あ、ずっと吹き続け、まあ、吹き続けてれば吹き続けた分だけ、うんうん、あと有害なものもないと。なるほどなるほど。風が吹けばケアが儲かる的な。ケアが儲かるのは関係ないですけど、ケアというか日本全体的に儲かる的な、日本全体が儲かる、そういう話ですよね。今そういう話もありますけど、じゃあ服部さんとかどうですか。もう言われてしまった。うん、大体言われてしまった。他のエネルギーっていうところがやっぱり一番、はい、どちらかというと問題点の方がすぐパッと浮かんでしまって、うんうん、じゃあちょっと問題点についてお聞きしたいんですけど、どうですかね、風力の問題点。最近は多分一番言われるのは、はい、低周波の自分の、ね、低周波、低周波はちょっと知らない人に説明していただけたらと思うんですけど、風車って、まあ、はい、あの発電してるときはずっと回ってて、はい、その回ってることによってそのなんだろう、空気の密度とかが変化することによってこう波が起きて、それがあの低周波が起きる。はあ、その低周波っていうのは、まあ、人間の耳には聞こえない程度だけれども、はい、まあ、何かしら人体に影響があるんじゃないかということで、まあ、具合が悪くなる人が結構出てきたりするっていう問題が今日本でも、まあ、いくつかあります。なるほど。放射っていうのが結構それで最近出てきましたよね。そうですね、今洋上風力発電、前めっちゃかっこいいあの画像出してた、ね、そうですね、ケイタ君が出してくれました、うわーってこういう円みたいになってて、そう、ルネックスの実は代表の方が来てくれた時に、代表じゃないです、代表じゃないんだね、代表じゃないです、あ、そうかそうか、OB の方が来てくれた時なんかルネックスのね、ケイタ君っていう方が来てくれた時にその洋上風力発電の一番大きいのをちょっと紹介してくれたりしましたね。うん、ただ低周波という問題、人体に影響があるんではないかと。あと井上君ってどうですか、あの問題、長所でも短所でもいいんだけど、なんかテレビとかで見たことあるんですけども、はい、なんか風車とかあれ折れると危なくないですか、うんうん、まあ確かにね、結構単純になんか、ね、折れたとか台風とか、日本は台風直撃する国じゃないですか、うん、そうですね、だからちょっとね怖いなって、ああいうのが飛んできたら折れたらやべえんじゃねえのか、うん、確かにね、それはもうそんな気はしますよ。小松さんってことですか。なんかほとんど言われちゃってもう一番最後の長くなってないんですけど、やっぱなんかでもあえて言うならっていうか、うん、結構あの風車とかあれ作るのって、あの羽一枚取ってもめちゃくちゃあれ作るにお金かかるっていうのがあって、うん、あ、作っちゃったりとかもともとあればそれであの、うん、コストの面とかって大丈夫ですけど、今からもし原発なくして新たにまた風車とか作ろうって時にその立て続けに作れるもんじゃないんで、うん、まあ、その瞬間的な効果が得られないっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思います。確かにね、輸入するっていう方法は、輸入はどうなんだろう、だって輸入するにしろコストはあるからね、あの、うん、ゼロから作るのと輸入じゃどっちの方がっていうのも多分細かい議論としてはあるんだけど、今そこまではちょっと国の間の話なんで、多分関税とかの問題とかになってまたそこに、うん、そういう話がいろいろ、低周波っていう問題はね、人にとっての環境、
そう。鳥とかって大丈夫なんですか？こう回ってて鳥パンってパンみたいな。鳥への影響問題も。鳥がね、まあ、あの誘引されるだからその風によってこう来ちゃうんですよ。来ちゃって巻き込まれるでぶつかるみたいな。そうか、吹いてるかも。そうそうそう。であと反対側の景色が透けて見えるため鳥が気づかないでそのまま来ちゃう。うわー辛いみたいなこともあるわけですね。っていうだからちょっと鳥にとってはもう最悪じゃねえのっていう。青森ちょっとどうなのそれ。渡り鳥の飛行ルートへの悪影響っていう話とか、まあ、景観とかいう話もありますね。うん、で風力の話をしつつ次にちょっとそうですね、ま、風力のことだけでもこんだけあるんですけど、すごいこの資料素晴らしいですよ。で日本の風力発電所一覧の中に青森いましたね。六ヶ所村、陸奥、小川原、ウィンドファーがありますね。あでも結構北海道がやっぱり多いかな。うん、てか東北が結構多い。あと茨城がいっぱい立ってますね。へえ。うん、あとは鹿児島とかたくさん開いてますね。さてさて、そしてですねバイオマスの話もいろいろあるんですが、全部紹介していると本当に時間がなくなってしまうので、ちょっとずつ細かいところを紹介していこうと思うんですが、地熱です。はい、みんな大好き地熱。みんな大好き地熱です。みんな大好き地熱。地熱はですねみんな多分期待してます、相当。そうなんですか。うん、期待しているんだがというだがですね、ことですね。世界の地熱発電で現状ですね、現状2005年の世界の地熱発電設備容量の合計は8,878MW で、全世界の、総発電設備のうち地熱発電の割合は 0.3% ですということ で国別首位はアメリカ合衆国、その地球割がカリフォルニア州ですということで、だいぶ偏ってるんですね。で全世界で見ると本当に 0. 何パーでしかないということで、さて地熱はこれから来るのかという、僕はちょっと実際地熱っていうものにものすごく僕も興味があって、でこれからはやっぱり日本でやるとしたらこれしかないんじゃないかなというぐらいの気持ちなんですけども、実際どうですかね。例えば服部さんにまた課題とかをお聞きしたいんですけど、課題もしくはプラスの点、プラスの点も聞きたい。うん、まず課題はやっぱり温泉、はい、そことの対立っていうのが、まあ、穴掘ることによって温泉の水質が変化するのが、ところが一番大きいですね。でもやっぱ日本は地熱資源多いんで、はい、あの世界で3番目に多いんで、できれば活かしてほしい。なるほど、3番目アメリカとインドネシアに負けてるって話か。ただ火山国であるからすごく大きなポテンシャルがあるっていうことですね。なるほどね。そこですね。温泉は温泉街とかがあるからこう建てられない、そういう、まあ、対立。温泉としてすでに使っていると。でそこに例えば近くに火山あの、まあ、地熱発電所作りますよって言った時に、だから今話してたけど掘っていくと温泉の側の、 あの水質も変わっちゃうんじゃないの。で変わっちゃったら水質変化してなんかその温泉の効能が弱まったりとかしたの、ちょっと責任取れるのかいっていう話ですよね。確かね。これじゃあ10時半まで目安でやっていきますか、すいませんね、なんか延長しちゃって毎回こんな感じで歌でやってるんですけど、でここですね、ここからちょっと原発の話に再び戻ります。で原子力の話で僕は今なんでこんなにされてないんだろうって思ってることが一つあって、でそれがあの放射性廃棄物の話ですね。放射性廃棄物っていうこと自体は皆さん聞いたことはありますか。例えばでこの放射性廃棄物についてちょっとじゃあ簡単に紹介していきます。
放射性廃棄物とは、放射性物質を含む廃棄物の総称。これは主に原子力発電所及び、核燃料製造施設、核兵器関連施設など核関連施設または放射性同位体を使用する、実験施設や病院の検査物質から出る、ガンマ線源の廃棄等で排出されます。日本において放射性物質の扱いは原子力基本法に規定されています。で、環境基本法等の環境法令において放射性物質は、規制目的から除かれておりまして、廃棄物処理法に該当する産業廃棄物ではないというようなものなんですが、でこの放射能廃棄物、まあ、いろいろ種類があるんですが、放射能廃棄物は放射能濃度により高レベル放射性廃棄物と低レベル放射性廃棄物に分類されます。で、まあ、これのですね、何が問題かというと処分方法ですね。で、まあ、次のところから、まあ、細かく処分方法が出てくるんですが、まあ、いろんな使われ方がしていますと。例えばここに書いてある汚い爆弾ということで、テロリズムの、まあ、手段として放射性廃棄物を散布するっていうような考え方があると。あとは不法投棄ということで、そのまま捨ててしまうような人たちもいるということで、この放射性廃棄物っていうものをどう処理していくかっていうのが非常に大きな問題になっているわけですね。で、そこに関する項目が確かあったんですが、ちょっとすぐに見つからないので、つなぎますか、つないでおきますか。あ、なんかロー君にちょっと話してもらいたいなと思うのが、はい、青森にその6カ所に原燃の PR センターがあって、あ、それでなんかそのウラン その濃縮のこともそうだし、はい、その今出た産業、その低レベル放射線 その廃棄物を埋めるとかそういうことをしてるんだよね、うん、行った時あるんだよね、うん、はい、実際見てみてどうだった？してもらえたら。実際見てみて、あの工場とか見てみても、うん、なんかすごいやっぱ立地してる場所も本当の、まあ、あんまり言っていいのかどうかわかんないけど、本当の僻地っていうか、うんうんうん、全然誰もいないような場所に建ててるんだよね、うんうん、で空もすごいドヨーンとしてて、うんうんうん、俺が直感的に感じたのはこんなところでちょっと働きたくないなって俺は思ってる、うんうんうん、しちゃったことはあったね。そういう場所で、その、まあ、核、そうだね、廃棄物、放射性廃棄物の処分場ってことなのかな。そう、処分場は今、処分場なのかな、処分じゃないね、あの今青森県の6カ所には再処理工場っていうのを今作ってるんですよ。なるほどなるほど。核燃料サイクルをやるための再処理工場を作ってるんですよ。でもう一つ、青森県結構原発関係がいっぱいあって、うんうん、で6カ所村のすぐ上の村が東通村っていうんだけど、うんうん、そこに今東北電力の東通原発1号機が稼働してるっていうかあります、うん、でもう一つ東京電力の東通原発1号機を今建ててる最中かな、ちょっと計画が今一応作るってことで動いてました、うん、はい。で、もう一つ今度青森県の大間っていう一番の岬のところに今度電源開発で原発を建ててます、うんうん、はい、そこも土台まで作っちゃって、うんうん、おそらく引き返せないと思います、うん、なるほど。で、海の向こうの函館市はもう反発してるけど、うんうん、おそらく無理だろうね、おそらく立っちゃうと思います。それで多分日本の原発最後になるんじゃないかなって俺はずっと思ってる、うん、青森に今、はい、もう最後の原発が建ってるとして、しかも電源開発っていうメーカーが初めて電源、原発作るんですよ。だからかなり力入れてるから絶対頓挫させるわけにいかないだろうと思ってる。なるほどね、うん、ということで今ロックの話にも出てきたんですけど、まあ、放射性廃棄物基本的に、まあ、埋めるしかないみたいな、まあ、今まであの廃棄方法だったわけですけど、その中で再処理することができるものもあって、でその再処理をするための工場っていうのが例えば青森の6カ所村とかにあるわけですね。でその再処理を行うものとか、あとはそこでモンジュ君が現れるんですけど、まあこの、まあ、再処理した物質でまた高速増殖炉で、まあ、再びエネルギーを生もうじゃないかっていう企画があったんですけど、そのモンジュ君もしょっちゅうなんかお漏らししてしまうよみたいな話が、まあ
ツイッターでもんじゅくんっていう人がいる、あの人じゃないんですけど、まあ、アカウントがあって、そこでまあ盛んにですね、そのまあ高速増殖炉もんじゅの危険なところとか、あとは原発っていうものの危険性について訴えてる、そういうアカウントもあるんですけど、まあそういったことでまあだいぶですね、その果たして安全に処理できるのかということに関して、いまだに原発ではまあいろんな議論がありますね。ちなみに最終処分場って日本にまだないんじゃなかったっけ？ないんですよね、確かね。ということで、まあ、すごくその原発を例えば続けていかなくてはいけないとなったときに、その、まあ、原子力で出てくる放射性物質の処分はどうするのっていう話は、まあ、ずっとありますね。はい。で、この辺ですね。あともう一個大きな問題、官民癒着ということで、経済産業省と東京電力が癒着してるんじゃないかというのはまあ盛んに言われておりまして、まあ、実際にまあ東電天下り51人、経産省が調査指示ということで、東京電力はあの同社に在籍する天下り役員が8月現在で51人上ることを明らかにしたということ で、 です、ね、実際に天下りしてきてるんですね、経産省から。ということで、まあ、そういったところもまあ問題になっている。ので、まあ、なかなか原発がなくならないことの一つの原因としてここにもあるんですが、まあ、この辺をまたしっかり見ていかなくてはいけないんではないかなということですね。はい。というところまでで、今回話さなきゃいけないなと思ってたことは大体以上になるんですが、今まで皆さん聞いてきた中で何か感想とかありますか？感想とかって難しいので、じゃあまた皆さんの方なんですけど。はい、やっぱり知らないことがやっぱり結構あるなと思って、うん、はい、311で、まあ、震災が起きて、うんうんうん、まあ、それが多分きっかけにはなりましたけど、うんうん、それがなくともその自分たちの使うエネルギーに対してもうちょっといろいろしておかなきゃいけないなと改めて思ったし、やっぱ地熱っていいなって思いました地熱っていいなと思いました。いいな、はい、わかりました。地熱推しの宮田さんでした。では、俊介君どうですかね。はい、原発をなくすなくさないっていう議論がすごいされてますけど、うん、そのなくした場合 の、 その新エネルギーとか代替エネルギーとか、うんうん、そういったものまでちゃんと考えて、うんうん、そのなくせっていうか言わないかで、そういうふうな方向にするかっていうのは、うんうん、しっかり考えないといけないなと。ただ本当に最初に、根本君が言ってたように、うん、あの事故っていうところにばっかりその目が向いてしまって、うん、それだけでなくせっていう意味では、よくはないというか、うん、その先がないかなと思うので、 その次はここでこう少し学べたかったなと思うので、個人的にも少し勉強して、うん、今後のその動きっていうのを少しまあ自分の中で見ていってみたいなと思います。はい、なるほど、ありがとうございました。伊藤さん、こういう感じで、はい、エネルギーのこととかを勉強する場をみんな作っているっていうのが、はい、まず一つ環境系の人間として嬉しいなと思ってます。ありがとうございます。はい、なんかそのデモとかしてる人とかに、はい、その電力をこの先どういう風にしていきたいのかっていうところの、うん、まあ、ベストミックスのあたりをもうちょっと話をして、それでちょっと更新とかしてほしいなと。なるほど、なるほど。あと政府とかは結構、はい、あの意見の聴取会だったり、うん、いろいろまあやってはくれてるんで、うん、なんかもうちょっとその国民が勉強してもらえればと思います。なるほど、なるほど。ありがとうございました。はい、じゃあ本当に途中からでした。はい、途中から来たんですけど、はい、とても勉強になりました、はい、まあ、知らないことばかり、まあ、知ってることもちょっとあったりだったんですけど、そうですね、まあ、自分の場合は経済専門なので、そういうふうにすごい今日もお金の話とか出てきたんですけど、まあ、そういうところもやっぱり分かっておかないといけないなっていうのを感じました。あとなんか話に出てなかったんですけど、あの日本のなんだ、日本海溝の下にメタンハイドレートとか眠ってるとかで、なんかその話もなんかできたらいいなって思います。そうね、ボランチを着てみるとメタンハイドレートはすごく確かに一回夢がある話なので、一回それでちょっとしてみたいなことがありますね。はい、ありがとうございました。じゃ
そうですね、はい、自分はもう経済学部の方なんで、そのエネルギーとか、まあ詳しくないんでちょっとついていけない部分だったんですけど、どっちかっていうと自分が専攻してたのはその原発の政治的背景っていうのをすごい専攻してるんで、やっぱ結構原発ってそのエネルギーの他にもその政治の道具として使われたりとか、まあ、日本も当然兵器への転用ということも一部考えて原発っていうのを作ってた部分もあるんで、なんかそういう部分を知ってもらうと、そのただの原発なくせっていうんじゃなくて、そういうこともあったから、その本当にいるのかいらないのかっていうのを国民一人一人が考えるっていうのが重要だと思いますし、多分もう今回エネルギーのこともあったんですけど、もう多分今年の4月5月ぐらいだと思うんですけど、確かもうほとんど日本にある原発一旦全部停止させたんですよ。そうですね。で正直それで夏場の超過供給とかそういうのは別話も別として、普段の生活だったら原発実際なくても電力って足りるんですよ。で話によると、まああんま詳しいことは分かんないんですけどさ、例えばどこでしたっけ、確かなんか群馬とかその山梨県とかそのぐらいの土地の面積ぐらい、例えばその太陽光発電のパネル敷き詰めれば日本全国の電力は賄えるとかっていう話もあるんで、正直もう原発はなくても大丈夫かなっていう部分があるんですけど、やっぱその多分将来的になくなる動きにはもうなると思うんですけど、やっぱりそうなってくると、やっぱその今回上がったように、じゃあ次どういうふうにネギ代替エネルギーっていうのを、うまく効率よくやっていけばいいのかなっていうのが、また今度大きなテーマになってくると思うので、そういう例えば政治的背景と、またこれからの将来のエネルギー供給っていうものについて、なんか詳しく、なんか今回そういうのがテーマで挙げてくれたんで、すごい勉強になりましたし、またこういう機会だったら、このそういう政治的な面からっていうのを見てみても面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。ありがとうございます。原発ゼロっていうものをかけていろいろ考えなきゃいけないことっていうのがあるんですね。で最後にですね、来週の話になるんですけども、原発に関する、学生学校会議というのはこれまでやってきて、で、少しずつその、原発に関して話し合う内容を絞らなきゃいけないという話をしていたんですね。で今回の、番組情報の特命を書いたんですけども、来週は特に原発デモ、反原発デモですねっていうものに関して、ちょっと皆さんの意見をお聞きしたいなと思ってまして、反原発デモに対してどんな考えを持っているか、賛成反対っていうふうに分けても構わないんですけど、もっと自由に話したいなと思っているので、その反原発デモっていうものに関してちょっと皆さんの意見をお聞きしたいなと思います。で実際今回の資料、これはもうすごく昔の資料というか、1年前の資料なので、現在とはまた変わってるんですけども、実際に、今まで言われていることとしては、そうですね、だいぶその反原発運動っていうのが、そのアナーキーで代替エネルギーのことを考えてないだとか、あとは6月11日に起きた原発デモの中には、その昔のいわゆる核丸派とか中核派っていうその左翼組織みたいなのがたくさん関わってたんじゃないかみたいな議論もあると。ただ、原発デモというのは繰り返し行われていく中で、それというのは明らかに変わってるんですね。だから、じゃあ今の原発デモ、反原発デモというのはどういったもので、みんながどういったものであるべきだと思うのか、もしくは今の原発デモに対してどういった気持ちを持っているのかというのをちょっと来週お聞きしたいと思うんですね。なので興味のある方はぜひ来ていただいて、あとはユーストリームのコメント欄からも参加できますので、そちらからぜひ皆さんの意見をお寄せいただけたらなと思います。ということで、今日はちょっと30分延長してしまいましたが、原発勉強会でした。皆さん本当に来ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。でじゃあ宮田さん、最後に何かな、来週の、来週また見てくださいね、みたいな。はい、締まらなくて申し訳ない。手がはだけてます。来週は勉強会流デモについてやりますので、ぜひ来週も見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。